これフードファイターたちが挑戦するやつやん。やば、すごい鳥の巣さ、流れさ確かにハイサイハイサイハイサイ、今回ははいドン、でっかいごつでっかいお肉ですね。これは豚バラですね。豚バラ、豚バラって三元豚の豚バラ5キロあります。5キロ、約5キロ今回この肉が手に入ったということで、はい、この肉を使って巨大料理をしようかなと。はい、いや、はい、豚バラが三枚肉っていうことを今日知りました。あ、そうなの、はい、あ、そうなの、おお、てか三枚肉が豚バラっていうことを今日知ったのか。ん、点と点がつながった。あ、そう、ちょ、点と点にはなってたんだよ、はい点と点と点と点だったね。四つある。フュージョン。あ、絶対失敗する。今回これを使ってね。はい、ラフテー。沖縄料理。ラフテー丼。三枚肉の方言がラフテーになるの？ラフテーはラフテーなの？三枚肉があれでしょ？なんかラフテーとは。ラフテーは青森とか。普通の角煮とは違い。皮付きの豚の三枚肉を使い、確かに皮付きだ、調理に泡盛を使うのがラフテー。うん、皮付いてましたよね、これ。皮、ほら。あ、皮付き。皮付きクリニック。最初の工程としてはじゃあ何から始めますか？これを煮込むんですけど、はい、丸々1個煮込んだら時間かかるから、分けて煮込むかな。はい、久しぶりに魚以外包丁で切る気がする。確かに。どちらでこれを仕入れたんですか、荒木さん。こちらは僕は行ってないんですけど、僕が行ってました。はい、あのコストコで。コストコ、はい、沖縄最、初上陸。初上陸コストコで。豚バラをカットします。はい、うー、すっごい。解体ショー、ギコギコはしません。うわ、三枚肉だ。切ったら三枚肉ですね。どんどん入れていく。もうすごい、これこんな感じね。じゃあそう、これ圧力鍋だっけ。うん、これは普通の鍋。これは普通鍋。まずは普通の鍋で湯がいてくださいって、うん、あ、そうなんだ、うん、てかこれ三枚肉めっちゃ柔らかい、皮が。あ、ほんとだ、柔らかいわ。いや、これ絶対美味しいぞ。美味しいと思う、これスッて切れる。包丁も切れるようにやっといたんで。あ、ありがとうございます。すごい、すでにこれ油表面の白いの多分油じゃないかな。うわ、やば、そば作りたくなってきた。いえいえ、今日は楽天丼です。豚骨ベースのある。ねえ、つーばさん好きなんすよ。今これ入れたんですけど、どれぐらい今火はかけてるんだよね。沸騰まではしてないけど、うん、この状態で煮込む。煮込む。で、塩を入れましたね、今。塩は目分量。少々煮込みながらアクを取ります。あ、じっくりね。アク取り。めっちゃ浮いてるね。浮いてるのが全部アク。なんか肉自体も浮いてんのか。そう。なんでなのかな。肉。油が多いから浮いてくるのかな。うん、めっちゃすごい。やば。これが臭みの原因とかになるってこと。そうそう。でもアクは旨味らしいんすよ。あ、わ、めっちゃうまそう。この状態わかるっすか、仏壇に備えるの。ただ茹でたやつ仏壇に備えるのわかります。豚見たことない。宮古だけなのかな。そう、豚茹でてこの状態で切ったやつが仏壇に備えるんすよ。めっちゃ美味しいです、これ。あ、美味しいんだ。味ないけど味なんかつけて食べたらめっちゃ美味しくなる。こんなって俺なんかもお湯入ったら油出てこないかや。確かに。でもスレスレ、それに出るんじゃないですか、この100度とかで入ったら。いや、そう、煮えるでしょ、俺たちが。まず白くなる。白くなると。ちょっと油もいっぱい置いてきてるんで捨てようかな。全部油、これ。そうなの。ほら、お、すげえ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 。もう一回やりますか。うん、今のすごい油取るさ。初めて見たから。はい、いきますよ。うん、うわ、すごっ。全部油。えげつな。油もちょっと取ってから煮詰めるときはね、やった方がいいのかな。たくさんあるんで、さっき話に出た仏壇に備えるやつっていうの、はい、どんなもんなのかっていうところで、
熱っ。メイコだけなのかな、本島では見たことないな。ただ仏壇に備えるだけ。へえ。でもあれちゃんと食べますよ。まあまあそうだね。これに塩振ってあと食べるだけ。いただきます。これ仏壇やりたくなってくる。仏壇はやらん。そう、これ九条とか、うん、この行事ごとの時に毎回やる、うん、あ、そうなんだ、うん、大丈夫、うん、一回この汁をこぼします。はい、これ汁本当はあれなんか使えるので、あ、スープとかね、蕎麦の出汁とかね、蕎麦の出汁とか、うん、自分なんか親はこれで蕎麦出汁とか、で、これはさおき肉、三枚肉、そのまま、はい、一緒に使うので、うんうん、熱々熱々、あっクラッとした、今クラッとしたなんか今クラッとしたのかなと思って、湯気蕎麦の出汁作ろうっていうことで、うん、途中まで作ってるんです。茹で上がった、うん、ちょっと少し塩入ったやつだよね。切った三枚肉たちを、うん、いいね、小さければ小さいほど味が染み込みやすい。もうこの柔らかさ完璧だと思う。完璧だと思う。うわ、沸騰こいつやば、油すごい、見てこれ油、うわ、油ギュッてしたらめっちゃ油出る。熱っ出てくる油、熱っ。入れるのは醤油、みりん、お酒、あと砂糖も少し入れようかな。これは目分量っすか。1対1対1ぐらい。あ、1対1対1目分量、あの時計のイーチってやつ。じゃあやるか、せーの、イーチイーチ。少ないかもしれない、ちょっと少ないかもしれない。口の大きさでだいぶ変わるでしょ。いい、あ、めっちゃ多い感じ。めっちゃ焦るじゃないですか、ね、多い感じしたね。多い感じしたね。多い感じしたね。あとはみりんと醤油もちょい入れる。あ、あと生姜、このまま刻んでいい、うん、大阪するのか、ね、いっぱい入れますか。あ、入れすぎ、あ、こんなもんでいい、ストップ、もうちょい、 OK。今こんな感じ、味染みてそうじゃないですか、ね、ちょっと見える、はい、そうだよ、結構染みてるんで、煮卵もこれで一緒に作ろうかなって、はい、ちょっと食べてみていいですか。柔らかい、そうだね、うん、美味しい、うん、いい、ゆで卵作ったよ、せーの、あらも、で冷やすよ。大丈夫そうですか。あ、大丈夫です、しっかりゆで卵です。剥いてこれも煮詰め、煮よう。はい、ちょっとね、今煮卵は作ってるんですけど、お肉の方はもうがっつり出来上がってるんで、うまそう、盛り付けていきます、ね、結構これはしぼんだっていうのが当たってる。しぼんだ、あ、しぼんではいない、なんかいい大きさになってる、結構大きめに切ったけどね、うん、でこれを今からご飯の上に、お肉から先にね盛り付けましょうね。はい、よし、ご飯は15、今からね他のメンバーも来るんでね、15の夜、お箸だったらちょっと時間かかるんで手で盛り付けましょうね。はい、こんな感じで、なんかやりたいのがあるんだよね。チャーシュー麺とか食べたことある、うん、ラーメン、チャーシューがいっぱいポロロって綺麗に並べられてる、あー、分かった分かった、はい、あれを口に並べられてる、そうそう、あれを丼でやりたい、美味しそうだね。はい、仕上げ、ほうれん草ですね、ちょっとこれちょっと味が濃いと思うんで、ちょっとなんて茹でただけのほうれん草ですね、ちょっと口休めっていうかそれ用で、あれ大きいさ、
中に卵入れてめっちゃ匂いでお腹いっぱいになりそう。うわこれフードファイターたちが挑戦するやつやん。やばすごっ鳥の巣さ、もう確かにめっちゃ卵美味しそう、ね、美味しそうだよね。他のメンバーも帰ってきたんで、はい、お昼ご飯ですね。お帰りなさいませ。美味しそう。まあそうですね。これはチャーシュー丼。ラフテー丼です。ラフテー丼。しかもこの肉めっちゃ良かったね。ねえ。あれ圧力鍋でやらなくてもそこそこ柔らかかった。三元豚って書いてあった。だから最後あ炙ってちょっととどめさせようかな。はい。炙ったらどうなるんですかこれ。炙りラフテーじゃないですか。うわ。半分焦がすか。優しいフォローだ。うまそう。結構焦げるんだね。めっちゃ油出てきてる。何キロぐらいあるかなこれね。5キロです。あ、肉は5キロ、うん、半分焦がしていい。全然 OK OK。 いい香り。いいですね。おいしそう。取りにくいな、うん。しかもハールーさんの家の味付けってこれ、あ、そうなの。あ、うん、たまたま作ったら家の味と似てると思った。ほうれん草、ありがとうございます。ほうれん草ハローキに、ね、入れてもらって贅沢ですね。いただいていいですか。食べてください。食べますか。いただきます。美味しそう。お昼ご飯した回あるかな。お昼ご飯、昼ご飯食べてないからね、まだね。ちょっと少し遅めのお昼ご飯。いただきます。いただきます。はい、そうです。いただきます。いただきます。脂身絶対美味しい。柔らかっ。めっちゃうまい。圧力やってない。柔らかいね。いい豚だったんだ、やっぱり。うん。うん、肉もほろほろ。うん。うん。脂身とろとろ、肉もほろほろ。うまい。茹でただけやったんすよ。うん。食べたんすよ。うん、これ圧力使わなくていいんじゃないかっていう話。そうそう、茹でただけでもう大丈夫だった。へぇー、もともと圧力使うとしてたんだ。うん、柔らかかったな。うまっ。カサカサ。うん、これで沖縄そば作ったら死ぬまやな。うん、うまっ。実はね、パンチがね作ってんだよね。マジで。かかりだけ、だしだけ取ってあるわけ。このようにかけたら美味しそうだなと思って。美味しそう、ね、いいね、この白ご飯に。うん、もうちょっと進化を、うん、進化するってこと。うまいね。うまいな。うん、うまいね。笑った今。パンチがカメラ映らないように気を使ってしゃがんでカメラの前通ろうかなと思った。ツバがしゃがぶって感じ。味付けしっかりついてますね。うん、美味しい。ご飯とめちゃくちゃ合う。ツバも食べてみて。初めてでしょ。ですね。初めて食べるって。マジで？うん。米うめえ。ラフテー童貞なの？童貞なんかちょっと陰踏んだみたいになってる。ラフテー童貞。あ、待って食べてますよさ。甘い、うまい。あ、美味しい。あ、もう一応ね、作る工程からもううまいってあれを見える。うん。仏壇にうさげるやつも美味しかったんすよね。あ、作ってたね。塩茹でのやつ。はい、合うのかな汁。まず紹介してもらっていい？なあ、汁待ちだったんだよね。うん、この汁は鰹節とこれの煮汁入れたやつです。黄金だしだ。黄金色でいいね。うん、ちょっと薄味だからマジでいいぐらい。うん、あっつっ。いいね足ここ。モーリーが犯罪的なことやってる。これ見ないで。美味しそう。見ないで。捕まる捕まる。おや。ひっちゃんさん。あちゅう。あちゅう。行くぞ太郎。じゃあマジで三三六さんの暑さ耐性はもうみんな一緒にしない方がいい。治療しない方がいい。マジでやばいから三三六さんの暑さ耐性。あの感覚ないから。じゃマジでやばい。今のやばいな。うん。あちゅう。もうちょい下触ったら持ったんですよ。これここの辺掴んだから暑かったのか。うん、ここだったらいいぞ。三三六グツグツ煮込まれてるやつそのまま飲むから。あのうちのおっかが。あの器に入れた状態でも沸騰してるだろうぐらい熱々でいつも入れてる。卵食えない。さあ、今3人入れたのかな。はい、はい、どうぞ。食べてみますか。あ、いい音。カリカリまんまん。おうまっ。嬉しそうな顔してる。うまいなこれ。
いい。これ締めだな。うん。うん。パンチ美味しいねこれ。美味しいですね。タリタリマンマン。なんで？え？なんで？タリタリマンマン。何これ？宮古の言い方なの？俺なんか言えば猫マン猫マンマン。ああ。シルジキだった。シルジキで買った。うん。そうなんだよ。うん。おかわり案件だこれ。うまいな。美味しいね。うん。うまい。いいね。参りました。あの大絶賛、普通に食うより米が進むこれ、うまい。ちょっとだけ久しぶりにこんなに米食ってるや、うまっだしうまいな、うまっ、優しい。つばも食べて死ぬまよ。だし優しすぎた今の。オッケー、大丈夫、そしてこのラフテーも細かく切ってんのがいいな、うん、食べやすい、うん、アンチ、このだし後で教えてくれ。鰹節入れて豚のリアルで押してるんだ。サラサの子覚えないやつ入れて終わり。絶対覚えないやつ、うん、覚えてない、うん、あと塩入れて押せずでいっただけだと、うん、押せずでいっただけ。30分後でもいい。ちょっとこの鍋用意したあたりにもう一回聞くわ。サラサの子さん、カツオだし好きっすよね、うん、めっちゃカツオ好き、うん、あ、そうなんだ。カツオ大好き、うまい。ゲントンジャイエって言って、三段バラ見せて送るっていう。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。美味しかったっすね。美味しかった。あ、お昼我慢した甲斐があったわ、ね、ラフテー丼、なかなか空気がないから今回食えてよかったし、美味しかったね、うん、最後の締めもう最高だった、うん、お茶、お茶って知る知る、あれマジでよかった、あれうまかった、雑炊、うん、はい、じゃあ今回は巨大な豚バラで巨大なラフテー丼を作ってみたでした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。